どうもこんばんは、 NM です。今回は東京グールでグール捜査官として、東京グール RE ではグールとして登場した滝沢聖堂オールについて解説、考察、伏線をまとめてみましたので紹介していきたいと思います。経歴、滝沢聖堂は CCG の二等捜査官、上司は法事純徳と有馬紀章や亞門幸太郎に憧れており、クイーン家は右角のドゥヒを使用しています。昔近所に住んでいた知り合いのおばさんがグールに殺害され、それが原因で母親が精神的に不安定になった時期がありました。そんな母の姿を見て、滝沢聖堂は母を守るためグール捜査官を志します。アカデミーを首席で卒業した窓明に次いで次席で卒業、同期のアキラや重蔵に対してかなりの劣等感を抱いており、作中でも2人に食ってかかるような場面がたびたび見られます。ですが本当は2人の実力を認めており、フクロウ討伐作戦で負傷した重蔵を本気で心配し、アキラの勘を信じて動けないアキラの代わりに命令違反を犯してでも亞門の元へ向かう姿が描かれています。この作品の中では特に人間臭いキャラクターとなっています。その後青霧のグールノロに左腕を食いちぎられ死亡、したかに思われましたが、後に東京グール RE で青霧の木所属の反グールオールとなって再登場することとなります。遺書、赤眼の袋を討伐作戦に参加することになった滝沢聖堂、上司の法事からは遺書を書くように言い渡されます。彼が書いた遺書は死への恐怖からか、家族への思いを綴った文章の上から書き殴るように死にたくないと書かれています。しかし綴られた文章をよく見てみると、ひらがなの死の文字がすべて塗りつぶされています。滝沢が死を恐れているのを感じると同時に、彼には死がないという捉え方もできます。つまり滝沢聖堂はフクロウ討伐作戦では死がない、死なないということです。そしてこのシーンが描かれている東京グール123話のタイトルは15でした。遺書の死がないのは銃を撃った後には死がないということを暗示していたのではないでしょうか。フクロウ討伐作戦ではタタラに向かって右角のクイーン家ドゥヒを乱射しますが、そのまま捕まりノロに左腕を食いちぎられてしまいます。ここで滝沢は死亡したものと思われていましたが、15死がないの考察通り、実は死亡しておらず RE で青霧の木のグールオールとして登場しています。ちなみに青霧を漢字に変換して読み方を変えると聖堂と読めます。これは滝沢の下の名前聖堂が伏線になっていたのかもしれません。数字、東京グール123話のタイトル15は数字の15という解釈もできます。遺書を書いた後頭を抱えて涙を流し怯える滝沢の描写がこの123話内でありますが、彼の頬を伝う涙が数字の15になっています。この15という数字、タロットカードでは悪魔を意味しています。カードが正位置の場合、拘束、堕落、束縛、死虐的、嫉妬心などの意味を指し、カードが逆位置の場合、回復、覚醒、リセット、生真面目などを意味します。これらは滝沢の性格や今後滝沢に訪れる運命、青霧の木に拘束されることやグール化してしまうことを指しているのではないでしょうか。東京グールではこうしたタロット数字による伏線が多数存在します。涙に現れた15の文字、まさに滝沢聖堂の今後を暗示していたと言えるでしょう。経緯、フクロウ討伐作戦で死亡したと思われていた滝沢聖堂ですが、その後青霧に回収され、可能によりグール化施術の実験体にされてしまいます。フクロウ討伐作戦で回収された捜査官は63体、実験の成功者は滝沢聖堂のみでした。フクロウの確保を移植されたことからオールと呼ばれるようになります。
拷問のような実験を繰り返し行われた結果、グールとしての能力は著しく上昇しますが、人間性は失ってしまったと思われます。囚われている間、滝沢に与えられていた食事、それは滝沢の家族の肉でした。食べてしまった後に加納から言い渡されます。この時彼は滝沢聖堂として正しく生きる道を捨て、オールとしてグールとして生きる道を選択します。隠し文字。単行本では3巻に掲載されている東京グール RE31 話の冒頭、オールとハイセが激しい戦闘を繰り広げる中、オールは、父ちゃん、母ちゃん、俺、ごめん、仕方ない、仕方なかった、とつぶやきます。ですが、その直後に、意味不明な言葉を叫んでいる吹き出しがあります。実はこの謎の吹き出し、とんでもない言葉が隠されているんです。皆さん読み取ることができますでしょうか？わかりやすくするために隠されている文字、一つ一つに色をつけて分けてみましょう。どうでしょうか？何やらひらがなが複数隠れています。では、一文字ずつ順番に抜き出していきます。隠されていた言葉は、俺が食べたんだ、母ちゃんの内臓、でした。これは衝撃です。オークション編で突如登場したオール。その正体が、赤眼の袋を討伐作戦で死亡したはずのグール捜査官、滝沢聖堂であるだけでも、読者に大きな衝撃を与えていましたが、追い打ちをかけるように受け入れがたい悲しい事実が突きつけられました。滝沢が家族を食べたという描写は、後の115話で描かれることになりますが、31話の時点で密かに明かされていたのです。また、吹き出しの中には小さな文字で、ごめんと何度も書かれていたり、左下の方に仕方なかったと書かれているようにも見える文字も隠されています。変化。オールとして登場した滝沢聖堂。捜査官時代の誠実さはなくなり、人間としての理性が消失してしまっています。しかし、人間だった頃に抱いていた劣等感や嫉妬心などの人間臭い部分は残しており、オークション戦では加納の最高傑作である金木健に対し、吉村ベースの成功体である自分の方が上であると証明しようとします。登場時から捜査官を見境なく殺害、捕食していたオール。実はオールとなる原因を作ったタタラへ復讐する機会を青霧の下で行動しながらずっと伺っていました。そしてルシマで CCG と交戦中のタタラを殺害します。タタラを殺して CCG を救う。英雄となって CCG のみんなと喜びを分かち合う。今までオールがしてきた残虐な行為を見ればその考えは整合性に欠けていることが分かりますが、彼は本気でそう思っていました。彼の夢見た展開にはならず、自分を敵とみなした元上司の宝二を殺害。その後、応援に駆けつけた捜査官に圧倒され、とどめを刺されそうになりますが、アキラが身を挺してそれを阻止。滝沢を救うために駆けつけていたアモンや、彼を殺せなかった宝二。アキラの行動や言葉に少しずつ心が動かされていきます。自分をかばい。重傷のアキラを救うため、ラボではアモンを救出するために尽力します。時間が戻せるのであれば、金木やアモンのような生き方をしたいと心の中では思っていますが、罪を犯した自分はもう正しく生きれない。捜査官の滝沢聖堂ではなく、グールのオールとして誰かのために生きると彼は決意しました。その後、龍泉寺にはアモンとドナーとの戦闘に駆けつけます。その後もはかとり、アモンと共に奮闘しますが、決着がついた6年後は行方不明に。各地でグール狩りを行う反各社の目撃談が相次いでいると記されています。
アモンとアキラとは行動を共にしていないようです。はい、ということで今回は滝沢聖堂ことオールについての解説、考察、伏線をまとめてみました。無印の頃とは真逆とも言える変貌を遂げたキャラクターですが、作中での彼の心情には、感情移入してしまう場面も多々あったと思います。東京グール RE のもう一人の主人公と言えるのではないでしょうか。彼なりに生き方の答えを導き出せて本当に良かったとは思うんですけど、いつか救われてほしいという気持ちにさせられた最終回のラストシーンでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。